与田人氏は、日本の博士、医師、東方大学医学部教授、兵庫県木の崎郡竹野村出身。1956年4月、兵庫県木の崎郡竹野村に生まれる。出生時、文弁主官で母子ともに、生命の危機にさらされたが、京都大学の産婦人科医の懸命の治療により、親子とも一命を取り留める。父親が、 人術により生命を得たと言える子供であれば、医学に感謝すると同時に人義に厚き人間にならねば、ならぬという思いから、西と名付けた。物心がつき、出生時の天末を知ってから、医師になることを志すようになる。1983年に、日本医科大学を卒業後、同年、日本赤十字社医療センター小児科に入局。川崎病の発見で知られる。 川崎富作に支持する。1987年、大阪府立母子保健総合医療センター賞に、循環期間、1989年、日本赤十字社医療センター申請時九1998年、同副部長、2002年、東京女子医科大学第一病理学講座研究生、2009年、日本赤十字社医療センター申請時科部長を経て、2010年に、 東方大学医学部新生児学講座主任教授となる。2014年、東方大学医療センター大森病院総合集散規模医療センター長に就任。専門領域は新生児科、小児循環器学、胎児超音波学。大学時代は剣道部の首相を務めた。当時、 顧問であった産婦人科教授、室岡はじめから受けた、小児科をやるなら、まず産婦人科をやって、胎児を学んでからにしなさいとのアドバイスから、新生児科なら、出生前の胎児の段階から介入できるような技術、知見を備えておくことが不可欠という信念を持ち、今日まで診療、研究、教育に携わってきた。私のモチベーション、周産期医療のさらなる発展のために、 新しいタイプの周産期関連医師の育成を目指す、ホーベビー、東方大学医療センター、大森病院 n i c u g 氏、ありがとうございます。